それでは本日これから注目のゲームが始まろうとしています。キャッチャー山瀬慎之助、解説は里崎智也さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。赤星さん、やはり注目は両チームの1番バッターですよね。そうですね、やっぱり2人の出塁がこの試合の鍵を握っていると僕は思いますけどね。1番バッターが出塁できるんでしょうか。ライト船越、まずはジャイアンツの先発石田がマウンドに上がります。さあイーグルス打線相手にどんなピッチングを見せてくれるんでしょうか。赤星さん、まずはどちらのチームが先制点を取るのか注目ですよね。まあそうですよね、そういう意味でも 1,2 番バッターには注目していきたいと思ってますね。はい、その 1,2 番がどう活躍していくのか見ていきましょう。際どいコースに送ってストライク、これで追い込みました。ボールになります。三振になります。ワンアウトです。バッターボックスには指名打者の堀内、まずは先頭の渡辺から三振を奪っています。初球わずかに外れてボール、スライダーが決まります。速いボールで追い込んでいます。ツーボールツーストライク、インコース詰まりました。ここは打ち上げています。取ってツーアウトです。打順は3番ファーストの黒川を迎えます。昨シーズンは9試合に出場し22打数2安打ホームランは1本という成績でした。さあイーグルスのクリーンナップが石田をどう攻略していくのでしょうか。2アウトになっています。ジャイアンツは石田山瀬というバッテリー、初球は際どいところに来ました。ストライクです。これはいいコースに決まりました。追い込んでいます。これは見送られました。見逃して三振になります。スリーアウトチェンジ。2回表に入ります。イーグルスの攻撃、バッターボックスは4番のフランコ。さてジャイアンツの先発は石田隼人。際どいコースに送ってストライク、2球目決まっています。わずかに入りません。ツーボールツーストライクとなりました。見逃して三振です。まず一つアウトを取りました。5番バッター安田、先頭バッターのフランコは三振、まずはワンアウト。安田背番号55、アウトコース見送ってストライクです。これで連続の見逃し、今度も見送りましたがこれはボールです。打ちました。セカンド正面のゴロ、取った。ツーアウトになりました。さあイーグルス、打順は6番ショートの入江を迎えます。石田相手にここから上位打線への流れを作っていきたいところです。ツーアウトランナーありません。厳しいコースにまず投げ込んでいきました。これは内へ外れます。ボール先行です。見送っていきましたがここはストライクです。
さあ石田、これで追い込んだ。この場面当然歩かせるわけにはいきません。見逃し三振、スリーアウトチェンジ。赤星さん、まっすぐの走りなど含めて今日の先発の出来どのように見てらっしゃいますか？まあ腕も振れてますし、ストレートも走ってますから調子はいいと思いますね。なるほど。初球打ち、この当たりはどうか。このフライはヒットになりそうだ。ヒットになった。一塁蹴って二塁に向かう。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー一塁です。打順は8番吉野、ヒットでランナーを一塁に置いています。アウトコース、はい、空振りです。まあバッターもよく見たというところでしょう。内へズバッと投げ込んできました。これはバット出ず三振です。ワンアウトです。素晴らしい投球を続けています。里崎さん、ハイペースで三振を積み重ねてますけれども。そうですね、まああまり飛ばしすぎてもね、後もありますしね、ええ、バッターが二回り目になってからがまた勝負ですね。なるほど。さあこの後も好投が続くんでしょうか。初球は際どいところに来ました。ストライクです。引っ張った、高いバウンド、ファーストの横抜けました。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。ジャイアンツピンチになりました。ランナー三塁一塁となりました。さあジャイアンツ同点のランナーを背負った場面です。まあまだ序盤とはいえ、しっかりリードを守って主導権を渡さないようにしたいですよね。うん、そうですよね。さあそのマウンド上の石田、この状況にどう対応してくるか。三振を取りたい場面ですよね、ここは。そうですね。さあどういうリードをしてくるのか。いいボールでしたけどね。はい、ストレートわずかに外れてボール。こうなったら三振狙っていくでしょうね。そうですね。外へ逃げるボール、振らせに来ましたがバットは止まっています。2ボール2ストライク。このピンチ見逃しで三振を奪いました。変化球をしっかりコントロールしてますよね。いや素晴らしいですね。三振で2アウトを取っています。キャッチャー今のはいいリードだったと思いますよ。ただここからが大事ですからね。無失点でこの回を追いたいですね。そうですよね。さあこの場面で打席には2番の堀内が入っています。2アウトながらランナーは1塁3塁、バッターボックスには堀内。何としてもここで止めたい。マウンド上石田、今のファールはストレートに振り遅れてる感じでしたね。惜しいですね。決まったかと思いましたよね。はい、変化球わずかに外れて、このピンチ空振り三振に切って取りました。イーグルスの追撃を許しませんでした。3アウトチェンジ、ご覧いただきましょう。連続三振。赤星さん、ここは追加点をもらってのマウンドとなりますね。まあここで油断して失点すると流れが変わってしまうんでね、気を引き締めていきたいですね。そうですね。ワンボールワンストライクになっています。変化球タイミング合いません。ワンボールツーストライクです。これは見送られました。変化球で空振りを取ります。まず一つアウトを取りました。ご覧いただきましょう。最後は三振を奪いました。バッターボックスは4番のフランコ。先ほどの打席最後は見逃し三振に倒れている。打ちました。ファーストの左抜けました。ワンアウトランナー一塁となりました。バッターボックスは5番の安田。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。ヒットでランナーを一塁に置いています。打ちました。取った。二塁送球、セカンドフォースアウト、一塁転送はアウト。ダブルプレー。
先ほどのプレーです。見事ダブルプレーに仕留めました。まあランナー出してますけど、こういう形で打ち取れたので良かったと思いますね。さあ赤星さん、回も5回という勝ち投手の権利がかかるイニングになりました。石田隼人、そうですね、ここまで悪くないペースで来てますから、特に意識せず自分のピッチングを続けてほしいですよね。そうですね。これは大きく外れています。2ボール2ストライクです。見逃し三振。ここまで毎回三振を積み重ねています先発の石田。そうですね、今日はいいボールが来てますよね。そうですよね。際どいコースに送ってストライク。さあこれで追い込んでいきます。いいボールでしたけどね。はい、外のストレートわずかに外れてボール。変化球空振り。石田はここまで毎回奪三振が続いています。そうですね、今日も調子が良さそうですね。そうですね。バッターは8番センターの吉野。先ほどの打席最後は見逃し三振に倒れています。ここもきっちり抑えたいですね。そうですね。2アウトランナーありません。今度も見送りましたが、これは外れています。惜しいですね。いいボールでしたけどね。インローのストレート、いいボールでしたが変化球で空振りを取ります。3アウトチェンジ。ご覧いただきましょう。最後は内に食い込む変化球で空振りです。まあこう低めにスライダーを集める。配球表をご覧いただいています。今日はストレート変化球ともにバランスよく投げています。石田がこの回もマウンドに上がりますね。まあそろそろスタミナが心配ですよね。まあベンチがどう判断するかですよね。なるほど、そうですね。追い込んでいます。このボールには手を出しませんでした。大きく外れていきます。見逃して三振になります。ワンアウトです。現在のピッチャーの状態、まだ100球には達していませんが、多少きつくなってきたでしょうか。ご覧いただきましょう。最後は見逃し三振を奪いました。3回表同点チャンスの場面で見逃し三振に終わった渡辺です。まずは先頭の中島から三振を奪っています。初球打ち切れていきます。ファウル。惜しいですね。はい、低めわずかに外れてボール。見逃して三振です。いやー、しっかり低めにコントロールできてますよね。いやー、素晴らしいですね。三振で2アウトを取っています。3回表同点チャンスの場面で空振り三振に終わった堀内です。2アウトランナーありません。アウトコースストレートが決まっています。速いボールで追い込みます。見逃し三振。スリーアウトチェンジ。ご覧いただきましょう。最後は見逃し三振を奪いました。いやー、いい高さに決まりましたよね。里崎さん、ここまで無失点と快調に飛ばしてますね。やはり点差はピッチングに影響してくるもんなんですかね。まあそうですね、点差もありますから大胆に攻められますね。まあこのまま最後まで行ってもらいたいです。引っ張った、ファーストゴロ。ファーストを取った黒川、今日の初ヒットがここで出ました。ノーアウトランナー一塁です。バッターは4番サードのフランコ。先ほどの打席はライトへヒットを放っています。ヒットでランナーを一塁に置いています。ピッチャーちょっと疲れが見えます。そろそろ疲れが出てくると。引っ張った、このフライはどうだ、落ちるか、レフト掴んでワンアウト。ピッチャーの状態なんですが相当厳しくなってきたでしょうか。ジャイアンツが見事勝利を収めました。
里崎さん、非常にいい具合に流れに乗って試合を進められたんじゃないでしょうか。まあそうですね、今日は理想的な展開でゲームを進めることができましたから、チームとしてもいい勝利でしたね。そうですね、非常に大きな1勝となりそうです。勝ったジャイアンツ、大きな今日は勝利になりました。一方のイーグルスですが、痛い敗戦となってしまいました。ご覧のように今日のゲームはジャイアンツが見事勝利を収めています。この辺りで失礼いたします。